こんにちは、センターシールのビデオメイキングアーカイブ IL2C の、第9回始めたいと思います。よろしくお願いします。番号書いて9。今日は、前回の続きで、実行パスの解析ですね。ここの話が前回の最後で、まあ大体こんなもんでいけそうかと思ったんだけれども、よくよく考えてみたらやっぱりダメで、もうちょっと深掘りしなきゃいけないっていうことで、そのあたりをもう少し練っておきたいなと思っています。で、何が問題かってことなんですけども、どう書けばいいんだ。前回のは実行パスを、まずメインパスを出して、でそれからその分岐それぞれについて見ていくと。でしかもその解析済みのところについてはマークをつけていって、で、そのマークが存在するところにたどり着いたら、そしたらまあそこで解析を打ち切る、出力を変換操作を打ち切るみたいにすればいいんじゃないかなってことだったんですよね。でまず一番簡単なパターンLDCION1、なんかブランチ命令、ちょっとなんかあれですよね、まあかなんかブランチ命令なんちゃら、条件分岐に相当するもんね。まあなんかあったとします。でこいつがラベル1にジャンプします。でジャンプしなかった場合 LDC-42 とで BRS、ラベル2ってやっときます。でここに、ラベル1見えてますね。ラベル1があり、ここは LDC-43 となっていて、でラベル2がアット、そしてリターン、後ろに変なコードとか省略しますね。これでIL としては成立しているので、封じします。で、前回言ってた方法というのは、1、2、ここで条件分岐しないので下行きます。間違った、3書きながら見えてるか、あ、見えてるか。で、4、BRS でラベル2なので無条件分岐で、ここ行きますね。5、そして6、これメインパスですね。これがパス、メインパスに相当します。で、メインパス通過するときに通過したところにマークを打ちますという話をしました。だから今この1から6までついているところには全部マークがつきました。次に、ここですね、どうしようかな、ここが、2ダッシュとしておきますか。ここでラベル1に飛びます。ラベル1はここなので、これはここへ来るので、これが、3で、次これ LDC なんで、次に実行すべきなのは次の命令なので後へ来るんですが、ここマーク済みですよね。5番にはマークがついているので、ここで解析を終了すればいいんじゃないのみたいな話をしました。この方法に従って実際にソースコードを手で生成してみましょうかね。まずメインパス考えます。
LDC-ION1 で、BR は何もしないので次行きますよね。そうすると LDC-ION2、つまりスタックに、スタックに1が積まれ、2が積まれみたいな状態になっているはず。そしてこれは無条件ジャンプなので、まあジャンプ、ジャンプというか次の解析先をラベル2のところへ持っていきますよね。そうすると add なので、これを足して3になり、多分これが再びスタックに積まれる。3。そして最後リターンですね。ということはですね、メインパスを解釈すると多分こうなる。1プラス2。ちょっとここ現在の実装だと2プラス1かもしれないですけど、まあこんな感じで、こんな感じの1行になるんじゃないですか、なんとなくですけど、まあ例えばイントですと、これですね、見えてる、あ、見えてますね、これ C 言語の変換結果はこういうソースコードになるんじゃないかなと思います。まあでも実際には、分岐がありますよね。これはまあ C 言語でやろうとすると、まあ参考演算子か if かみたいな話なんだけど、まあ仮に if にしときましょうか。で、if 文をこいつに入れて、うまいことやらないといけないですよね。こっちの分岐した場合どうなるかというと、1がスタックに積まれ、1がスタックに積まれ、ここの条件分岐でラベル1に飛びます。そして今度は3ですね、 LDC-ION3 なので3がスタックに積まれます。そしてこれを足す。まあそうすると、まあ多分4なんでしょうが、これは実行時に計算するので、ソースコード出力時にはそのまま1と3を出すはずです。で、それがリターンされるって流れですよね。それだけを抜き出して書くならば、テストボイド、リターン。1+3、こういうことですよね。この2つがその分岐条件によって変わると。ちょっとね、分岐の条件を与える方法について何も議論してないので、これでまあなんか今は 何らかの方法で分岐される、分岐判定されると思ってください。まあ仮にですけど、イメージ的にはこういう感じですかね。その引数で何かパラメータが与えられて、それと何か一致するか否か。例えば、C シャープで言うなら、何か int テスト C シャープ。括弧、まあ例えばパラメータで、ブールの値が、分岐条件として F みたいなものが渡されると。こういう、モードだったとすると。で、この F を、まあ、ここのブランチのところでね、まあ、実は1命令ではできないんですけど、まあまあ、でも判定したとしますと。そうすると、これになるか、これになるかは、その与えられた引数によって変わるわけですよね。こいつをちょっと書き直すと、テストに、ちょっと C 言語でブールと書くのはいろいろ問題あるんですけど、まあ仮にブール型があったとします。ブール F がパラメータで渡ってきたとしますよね。で、そうすると、ここって、もし if で書くんなら、こういうことですかね。F の条件によって、リターン。1+2 で、エルスでリターン1+3、こんな感じですかね。
まあ、あるいは参考演算子で書くこともできるとは思います。まあ、どちらでも、あの、厳密には一緒ではないですけど、あ、まあ、じゃあ書いていきますか。まあ、あるいは、あるいは、リターン1たす、あ、見えるかな、切れちゃうかな。ちょっとごめんなさい、下に書きますね。リターン1たす、括弧F によって2または3、この式ですかね。あとちょっと見にくい、見にくいです。ここコロンですね。コロン、はい、っていうふうになると思うんですよ。で、今ここで示した、あの、前回最後に紹介した方法で、このソースコードの出力が実現できるかっていう話なんですよね。LDC I41 では、疑似スタックに1を積みます。で、まあ、その後、ここの、あの、ブランチの文があるんで、これが if に、まあ、if 文を出力したとしますよね。まあ、できたとします。どういう方法かわかんないけど、まあ、できたとします。で、その先、リターン1たす2ってあるんですけど、それはそのまま下に降りていくと、次、LDCIO2 があるので、疑似スタックに2が積まれます。そして、このまま無条件ジャンプで、ラベル2にちょび、アットが来るので、これは、1プラス2っていうこの式をスタックに積みますよね。今って、あの、実際に計算してないですからね、文字列として結合してるだけなので、さっき3って書きましたけど、実際にはこういうことですね。1たす2という文字列が技術スタックに格納されている。そして最後リターンがあるので、これをポップして、リターン 1プラス3という文字列を作る、でソースコードとして出力していると、あ、1プラス2ですね、はい。で、じゃあここで分岐、あの、分岐した場合ですね。そうすると if ではない部分なので、まあ、ここで例えばなんか else とか、あの、ソースコードとして出力させると。で、次の文を評価すると LDC I43 ですよね。で、ここに来るときには評価、疑似評価スタックっていうのは、1だけ積まれている状態、分岐するところの、なんて言ったらいいのかな、評価スタックのスナップショットみたいなのを取っておいて、分岐しない場合とする場合で全く同じその評価スタックの構造を使ってその後を評価するっていうことなので、今ここには1が入っている。で、飛ぶとLDC I43 と書いてあるので、この評価スタックに3が積まれますね。で、次の行行くと、で、アットなので、これ取り出して1たす3っていうこういう文字列を作ればいいか、ちっちゃいかな、見えるかな、見えてますね、はい。あ、フル HD で見られてない方、あの、フル HD で見ないとちょっと字が潰れて見えないかもしれないんで、できれば、あの、フル HD で見てください。で、1たす3っていうのが格納されると思いきやですね、ダメですよ。メインパスを通ってるのでマークがついてるから、あの、アットのとこに来た時に、ああ、もう終わりだと思ってやめてしまう。そうすると、この1たす3はどこ行くのって捨てられちゃいますよね。で、しかも評価終了なので、エルスの後ろのこの文って誰も出さないわけですよ。ダメじゃんと。これね、どうしましょうね。逆にマークがついてかどうかは関係なく、要するにマークなしで、
リターンが来るまで評価すればいいんですかね。あ、でもそうするとあれですね、無限ループに対処できないですね。最初に検討した無限ループに対処できないので、それはできない。うん、終了条件が分かんないですね。そのスタックをどこまで、こう持ってるスタック、こう要するに中途半端に持ってるものをどうにかしたいわけですよね。あ、ってことは評価スタックがゼロになったかどうかですかね。今ここに来た時にマークは、あ、じゃあここに来た時にマークはついているけど、まだ評価スタックに値が残ってるっていう状況の場合は、引き続き評価と出力を行うっていうふうにしますか。本当にそんでいいのかな。かなりなんか微妙だなって気はしますけど、一応このパターンはいけますね。それでこれ 1+3 でここへ5番のとこへ来て、もう5番マークされてるわけなんですが、でも評価スタックがまだ空ではないので、なのでアットをする、あ、じゃあアット、まあアットするので 1+3 なんですね。あの1が入ってるんですね。あ、1と3か、ごめんなさい、ちょっと前後しました。ちょっとちゃんと書きますか。ここに来た時は最初1が入っている。それからこの LDCI4 さんのこの、3ダッシュを実行した時には、1と3が積まれている。そしてアットのところでは、それらが取り出されて 1+3 という文字列が評価スタックに積まれますね。3ダッシュを実行し終わったとき、スタックには2つの値が積まれている。なので、丸5でマークがついているんだけど、だけど評価スタックは空じゃないから引き続き評価をする。で、アットも、この2つの値を取り出して 1+3 という文字列を作るけど、結局のところスタックはまだ1個だけ残っているので、6もマークがついているけど実行する。そうするとリターン 1+3 というソースコードが出力できますね、この行は。果たしてこの方法で全ての場合いけるのか、これ証明は難しいですね。直感的にもよくわからないな。無限ループになった場合どうなるかっていうのはあるかな。多分ね、うまくいくんですよ。C シャープの、ロズリンが出力する IL のコードって冗長なんですよね。冗長だし、なんか無駄なコードが入ってたりするし、みたいな話で。なんですが、ここで言ってる話って、要するに、この評価スタックを、本当に何て言うんですよ、そのプログラミングの、スタック、つまり僕らがスタッククラスとか使って C シャープでコードを書くじゃないですか。あれと同じように一種のそのなんていうのかな、スタッククラスのようなものとして使ってるわけですよ。評価スタックを使って駆使してコードを書くことができるってことなんですよ。で、それやられるとこの問題が発生する。そうじゃなくて、なんかスタックにプッシュするけど、すぐに何か次のコードでスタックを消費して、評価スタックがゼロになるみたいなコードを羅列してる限りは、まあ、安全なコードになる。つまり次々と評価スタックにどん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 値を積んで、で後からガーって消費するみたいなコードを書くと、それって暗黙的にこうスタックリストみたいなものを使ってることになるんですよ、裏で。そういう場合が非常に難しいっていう話になるわけですよね。ちょっとね、無限ループのようなプログラムでどうなるかも考えてみましょうか。難しいね。思った以上に難しい。
無限ループどんな感じかな。しかもいやらしいやつ。いやらしいと言っているのは評価スタックが空にならずに、ジャンプしてるようなパターンかな。LDC、I4、ちょっとサクッと書けるかどうかわかんないですけど、LDC、I4、C。ラベルをここに置いてみますか。ラベル1。どうしようかな。LDC、I4、2。アット。なんかわかんないけど、条件分岐命令。じゃあ、ラベル1。つまり、効果モードですね。で、リターン。ついつも合ってんのかな最初、上から来ると、I4 が1 I4 に、まあ、書きますか。スタック書いて1、ここにラベル1に来た時に2が積まれます。それが足されます。まあ一応ちゃんと文字列で書きますかね。1足す2になります。例えばですけど、しばらくの間はなんかこの条件に一致して分岐するとします。そうするとこっちへ戻る。そうすると LDC I4 2なのでスタックに2が積まれる。そしてその後アットが来るっていうことは、スタックが消費され、多分こうなる。1足す2足すみたいに なりますよね、多分ね。っていうのをなんか何度も繰り返す、何度か繰り返す。例えば、まあ、ここの条件が10回繰り返すみたいな感じを満たすように書いたとするならば、1足す2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 足すみたいに なってるわけですよ。で、条件を満たされた場合、最後ここ抜けてリターンなんですよね。でリターンに求められるのってスタックに1個だけ値が含まれていることっていう条件なんで、これ満たしてますよね。だからこのプログラムってIL 的に問題ないわけですよ。でもいやらしいですよね、これ。なんかこの分岐がスタックに中途半端に値が積まれたまま、まあ無限ループではないけど有限ループしてるんですよね。さて、マーク1、マーク2、マーク3、マーク4で、メインパスは、ここは、下に抜けるので、まずこれがメインパスです。 MP メインパスになります。で、分岐はここにあるので、ここちょっと赤やな、赤やめて、ここが、まあ、例えば4ダッシュとしてラベル2に飛びます。ここが5ダッシュかな。前回はここにマークを打っておいて、マークに遭遇したら評価をやめるって言ってたので、まあ、ここに来た時点でやめるという話になる。だけど、ついさっき編み出した追加の条件では、スタックが積まれていたら評価をやめないですね。ここに、アットされるので、一番最初は1たす2かなんかなってると思いますね。で、ここへ来ます。積まれているので、評価スタック0ではないので、この2は、まあ、5ダッシュが評価され、ここの直後は、1たす2と2。終わんないですね、これ。終わんないです。
そして次アットですよね。アットすると2つ取り出して 1+2+2 っていうのを再びあのスタックにプッシュしますよね。ダメじゃないですか。これ C シャープと C でどんなコードが想定できるのかっていうのを考えると、 C シャープではまあなんかわかんないけど、ですと、まあ、例えばまた、繰り返し条件はなんか引数でカウントみたいな感じで与えたとします。これはつまり、まあなんかちょっとコードすぎますけど、4で書いたとして、は i イコール0、 i はカウント i プラプラで、これを満たす限り値を足し続けて、初期値1か。ああ、そうですね。確かにここにあるからね。ここにあるから、ちょっと微妙でしたね。ごめんなさい。ちょっとここに書きますね。r は1みたいに初期値を入れといて、r イコール r プラス2とかいう感じですかね。で、リターン。疑似的にはこういうコードですかね、 C シャープで書くと。合ってるかな。これはこれですよね。で、あとひたすら2を足していく感じですよね。だからまあこんな感じですよね。ただどう考えてもなんかロズリンがこのコードを生成するとは思えない。生きていいんだろうか、あんまり自信はないけど、ああでも生成するかもしれないですね、ひょっとしたら。まあまあこんなコードです。ついつまあってますよね。同じ結果になるような気がする。で、対応する C のコード。C 言語のコードは、int test、括弧、int count。まあ、ちょっとイント3にキーとか省略します、ね。で、まあ、ここはイント、R は1、まあ、ほとんど一緒ですよね、これ。4、まあ、まるで一緒ですね。イント、i は0、i はカウントより小さい、i プラプラ。で、r イコール r プラス2で、リターン r。 どうですかね。本当に一緒かな。なんか C 言語最近自信ないんですよね。よく言ってんですけど、僕は C 言語書けませんって言ってんですけど、まあほぼ一緒ですね、 C シャープ。どうやったらこれが出力できるか。今言ってた方法ではやっぱりダメですね。その、スタックが、ゼロでかつ、マークがついてるっていう状況になったら、そこで評価をやめるっていう方法は終わんないですね、これ。終わらない。どういうことなのかな。どういうことなのかなって、これ、あれですよね。これをクソ真面目にやると回数分だけ繰り返せないか、回数分かんないもんね。引数で与えられてるわけだから、IL2C の中でいくらこの実行パスを解析するためにここのラベル間を繰り返したところで終了条件は何なのみたいな話になって、まあ終わんないですね。多分永久ループになって刺さってるみたいな。まあ、そのうちメモリが多分足りなくなりますね。この文字列をだんだん長くなるので、文字列がガーって、メモリ足りなくなって多分刺さると思います。
でもおかしいですよね。おかしいおかしいってずっと言ってますけど、これこの C シャープとか C 言語のソースコードに落とすと1行なで終わってんですよ。たった1行で、あのソースコードの評価としては1行だけですよね。 R はイコール R イコール R プラス2だけで終わってるわけですよ。たったの1回評価してるだけですね。だけど先ほど言ったその実行パスの評価方法でこれを見ていくと、どん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 この 1+2が 1+2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 
で、その時点でなんか変ですよね。で、何が、他にも何が変かというと、この LDC-ION1 ってスタックにプッシュしてるのが、僕らこうやって目で見ると直感的にこの行、あの丸1の行が直感的にここに対応してるって分かりますよね。まあ、あるいはこっちのところ。なのに、この評価結果、まあ終わんないんだけど、何らかの方法で終わったとするならば、なぜかこっちの式に入ってんですよね、1が。もうしかも形も違うから、もうなんか同じように比較できないですけど、ソースコード上はなんか変数があって、ここ仮に R って書いたけど、変数があって最初のその初期値がなんか1だよね、みたいな感じになっている。これね、なんとなくですけど、評価スタックをローカル変数にする必要があるんじゃないかっていう気がなんとなくしますね。つまり、ここで言ってるところのこの R、 これ僕思わずあんまり何の気もなしに、まあ、最初はなんか変数が必要で、でそいつの初期値が1だよねって今サラサラサラって書いたんだけど、その R ってどっから来たのみたいな話なんだけど、この IL で見るとここで評価スタックに1っていうのをプッシュしてるんですよね。プッシュしてるけど、実はこれのことなんじゃないのって、 R 評価スタックのこのインデックス番号1に相当してるものがなんかここでいうところの R に相当してるんじゃないのみたいな話のかなと思うわけですよ。で、もしそうだとすると、今なんか評価スタックをシミュレートすることでなんかこう実行パスで評価スタックを渡してっていうようなことをやっているけど、評価スタックのインデックスごとに、例えばですけど、R じゃなくてスタック0とか、なんかこの、まあ、すぐ上にもし何かあるとしたらスタック1とかいう感じで、ローカル変数にローカル0123C ってインデックス番号で付けたんですけど、それと同じようにスタックにもこういうものがいるんじゃないかっていう気がなんとなく今してるんですよね。ただね、この方法も問題があって、スタックには型がないんですよ。型指定がないんですよ、スタックには。ローカル変数ってドットローカルズ、ドットロールーツの宣言って、ローカル変数領域インデックス0番はイント32ですみたいな、ローカル変数1もイント32ですみたいな話でやったと思うんですけど、これローカル変数領域ごとにもし違ってると、これ例えば下はロングだとイント64、62じゃない、64っていう風に、そのローカル変数のそのインデックス番号ごとに違う型を指定できるんですよね。で、多分ですけど、ストアとかするとき型が違ってると、まあランタイムエラーが発生するんかなっていう気がしてるんですけど、スタックはね、そういうのないんですよ。
あの一回も指定しなかったですよね。あの例えば、ですね。例えば、まあどれでもいいんですけど、これ見ると、ローカル変数領域はスティロックとかロードロックとかあるんですが、それローカル変数領域には型が指定されている。でもいくら値をプッシュしようがポップしようが、その評価スタックの、0番が何型で1番が何型っていうのを指定しないんですよ。それどころか全然違う型のものもプッシュしたりポップでしたりできるんですよね。もちろんひとたびプッシュしたら、想定できる型でポップされているということは、ちゃんと想定してないといけないんですけど、でも、プッシュするときに、型を、こう、想定された型しか受け入れられないとか、そういうことは全くないわけですよ。というとですね、つまり、何を言っているかというと、仮に、スタックの0番目とか1番目とかに番号をつけて、で、こういうローカル変数を使うように、C のソースコードで出力したとします。これちょっと上と下ほぼ一緒なんで、下っけしますね。こんな感じで。仮にですけど、例えば、int32key のスタック、間違えた。スタック0 int32key のスタック1みたいな感じに、使いたいスタックの数だけ、まあ、ローカル変数として定義して、ここを、まあ、要するにスタック領域、評価スタック領域として使うというふうにすれば、そうすればこの悩ましい問題は起きないような気がするんですよね。ちょっとまあこの例で書いてみますか。スタックは多分これ2つしか使わないですよね。スタックを何個使うかって実はあらかじめ分かってるんですけど、その情報はリフレクションで取れます。どれのことかというと、これですね、マックスタック2。だからこのメソッドは、スタックを、2個使いますっていうことは、まあ、あらかじめ見れば分かるので、まあ、そんだけのものをあらかじめ宣言しておく、ローカル変数と同じような感じでっていうことができます。この例はスタックを2つ使いますね。 LDCIO1 と IO2 です。少なくとも2つ使うので、なので、スタック0とスタック1があればいいってことが分かります。で、まず、スタック0イコール1。LDCIO1 をそのまま解釈するとこういうことになりますよね。スタックの0番目に1を入れる。次、LDCIO2 スタックの1番目に2を入れる。いいですね。そしてアットするとどうなるかというと、スタック0に、スタック0とスタック1の値を足して入れるみたいなのが、ここのアットから出力される。で、これですね。で、なんか条件があり、まあ多分カウントを見るんだと思うけど、ここで例えば if、まあ仮にですけど、
あと、まあ本当はなんかカウンターいるんですけど、まあじょ、まあいいや、なんか条件があります。それを満たしたら、Go to ラベル1。ここに見えてるか。まあでも大丈夫、見えてる。で、ラベル1はどこにあるかというと、ここですね。あの C 言語はラベル使えるのでこれはありですよね。で条件を満たさなかったらどうなるかっていうと、この時点のスタック0をリターンすればいい。リターンスタック0、こういうことですかね。なんかいけそうな気がするじゃないですか。ですが、さっきも言ったようにスタックってあの型 の, あの明示をしないんですよ。この場合ついつま合いますよね。例えば、ここで if 文で条件にはまって GoTo で戻ったとしても、次に代入されるものもスタック0とスタック1は相変わらず int32 だと分かっているのでついつま合うから、これ このコード自体はこれでいいですよ。問題は、スタック全然違う用途に使ったりするんですよね。あの違う型を。それね、なんか、あんまり難しくなさそうな例で、何か見れないかな。どっかにないかな。これはダメですね。ちょっと、MS コアリブはダメかな、なんか。ちょっと複雑すぎるかな。どっかになんか良さげな例があるといいんですけど、これなんかスタック2つ使うって書いてありますね。ロードアーグ0、ロードアーグ1、これなんだろう。引数0がオブジェクト、引数1がバリュータイプ。あ、じゃあ全然こう、あ、ロードアーグについては型あの違いますね。そうなんですよ。これロードアーグ0ってことは、最初の型、オブジェクトですね。オブジェクト型。ロードアーグ1は一つ目なので、バリュータイプ、タイプコードっていう、あの、構造体があるんですけど、それがプッシュされるので、これこの時点ではオブジェクト、タイプコード、それからまたプッシュしてますね。だから2番目にプッシュされた値もタイプコード。あ、もっとないか、 BR フォルス、これ消費するんかな。トランスファーロジコントロールトゥーターゲットインストラクション if valid is false。 ちょっと見ないと分かんないですね。スタックを消費して判断するのか、消費しずに判断するのか、なんとなく消費して判断するように見えるけど、これ条件分岐命令ですね。フォルスの場合は指定したオフセットでターゲット命令分岐します。スタックの遷移順、動作を順番に示すと次のようになります。直前の演算によってバリューがスタックにプッシュされます。あと例によってこれは我々がやるコードですね。そしてバリューがスタックからポップされますって書いてあるね。ポップされます。バリューがフォルスの場合はターゲットに分岐します。ということなので、値は消費される。じゃあ、あれですね。この例は、ロードアーグ1で一旦値が、取り込まれるけど、BR フォルスで、分岐したときには、このロードアーグ1はなくなるので、再びロードアーグ1をロードしているので、今の、評価スタックは、あ、そうか、BR トゥルーも一緒ですね。これ多分あの条件が違う、あの逆なだけで一緒だと思うんですが、これロードアーグ0でこれですね。これで、あ、ごめんなさい、これで最初オブジェクトの引数をプッシュします。
その後 VR トゥルってこれ多分ね、塗るか否かの判断をしてるような気がしますね。で、0x11 に飛ぶっていうのはここかな。アイコンバーティブル、なんかちょっとパッとわかんない。ああ、じゃあ、C シャープでちょっとこっそりと見ますか。どうなってるかというと、第一引数は、塗るかどうか見てますね。で、塗るでタイプコードが指定されてない、またはタイプコードがストリング、またはタイプコードがオブジェクトの場合は、塗るを返す。どういう動きなのかいまいちよくわかんないですけど、まあそんなコードになってるみたいですね。これを IL にします。ロードアーグ0で一旦プッシュするオブジェクトの値を。で、BR トゥルー S はおそらく塗るかどうかを見ていて、ちょっと出てますね、横に。トランスファーコントロールトゥーターゲットインストラクションソートフォーム if value is true not null not or non zero の場合に分岐すると not null なんで、まあ null だとこのまま下に行く。で、null じゃなければ分岐するってことですね。で、しかもこいつは、評価スタックを消化するので、このロードアーグ0で積んだやつは、ポップされてますよね。こいつを評価する時点で、ね。なので、一旦評価スタックから値がなくなります。話を戻しますよ。なんかちょっと横道そういった感じがしますけど、一番最初の評価スタックに積まれる値はオブジェクトですね。オブジェクト型。ところが、次に評価スタックに積むのって、1なので、この、バリュータイプですね。タイプコードを評価スタックに積んでるんですよ。ここで消化して再び積んでいるので、なので同じスタックの位置、まあ0番目ですけど、同じスタックの位置に最初はオブジェクトを積み、次はタイプコードを積んでるんですよね。なので型が違う。でもそれは許されてるんですよ。つまり、話を戻すならば、評価スタックには明示的に型を指定してない、する必要がないんですね。評価スタックのどこに何型を格納するかってことは指定する必要がないってことなんですよ。のでですよ、ここをイント32と書いてしまうと、なんかこれ簡単な例だからいいけど、そうじゃないもっと複雑なIL が並んでる場合、別の用途に同じスタックの位置のこの変数を使ってしまうかもしれないんですよね。そうするとこれ成り立たないですよね、これだとね。いやー困りましたね。で、まあ他の懸念点として、まあやたら冗長ってことがあります。こういうふうに書くと本当はこう書けるんですけど、シンプルに。ただそこの部分はあんまり僕は心配していなくて、おそらくこの間のすごい二命令になっちゃったよみたいな感じで、C コンパイラーが、まあリリースモードというかね、最適化側は有効になってると、多分これはガーンとなって、これとほぼ同じようなコードとしてコンパイルされるような気はしています。唯一の懸念点は今言ったように、この評価スタックの型がいかようにでも使われるので、あらかじめこういうふうにイント32とか言って決めるのは難しいかもしれないということですね。それはどうしましょうね。なんか評価スタックが使われ始めてから消え去るまでの間ごとに、このローカル変数として出力しますかね。そんなんでいいのかな。例えばですよ、全然違う用途にいっぱいスタックをプッシュしたりポップしたりしてるとします。その場合、例えばここにスタック0の1とかで、じゃあまあこれイント32じゃなくてイント64で使ってる場合は、イント 64t でスタック1の
じゃあ、ゼロ抜いて、ゼロを抜いて、ゼロの2みたいに、とにかくなんか、型が違う、うん、まあ、型が違うというか、単純にやるんだったら、新規に使われるたびにってことかもしれないですけど、新規に使われるたびにローカル変数領域をもう、ダダ書きしてしまう、全部違う番号でダダ書きしてしまうように出力するかですね。あの賢いあの C コンパイラーだったら、なんかああこれって別にわざわざ別にしなくても一緒のとこ使っても大丈夫だよねって判断するやつはいたような気がするんですよ。VC プラプラやったような気がします、それを。なのでまあリリースモードでビルドすると、まああら不思議みたいなコードで、あのネイティブコードが生成されるんじゃないかなっていう気がします。これね、どうしましょうね。なんかこの評価スタックをシミュレートするっていう方法はなんかいいアイデアかと思ったけど、やっぱり難しいですね。諦めてこの方法でいきますかね。ローカル変数はローカルズ、ドットローカルズの表記に合わせて出力します。スタックは使われるたびに全部違うシンボル名、ユニークなシンボル名で出力してそれを使わせるっていうふうにするとどうなるかというと、実行パスの評価っていうのは基本的にその実行パスごとに評価しなきゃいけないっていうのがなくなることもないか、それをやらないといけないですね。あの条件分岐命令が、あの無条件分岐命令はまずたどらなきゃいけない、それは確か。あの現状のコードは、IL バイツの配列を上から下まで順番に舐めてるんで、それはまずいので、少なくとも無条件分岐命令はたどる必要があります。で条件分岐命令がある場合も、やっぱり最初にこのメインパスというか、その条件分岐を分岐しないで、とにかくずっとあのつらつらと無条件分岐だけして、で評価リターンまで評価するっていうことをやっといて、見つかったその条件分岐のところごとにその先について評価する必要がある。でやっといて、ジャンプした先のところで、これ1と2、うん、そうだよね。ちょっと待てよ。難しいな。この例でいくならば、こいつの分岐のところをここからジャンプしたときに、この先をどうするかなんだけど、この時で最初にここでローカル1じゃない、スタック0みたいなのに割り当てられている、これはスタック1ってのになっている。で、それをアットするコードが出力される。で、分岐のための命令が出力される。でこいつのラベル1で取るっていうのは GoTo 文で出力される。で GoTo で出力した後何も面倒見なくていいですよね。今こうやって上から順に、あれですよね、実際のコードはここから下なんですが、ここから順に1行1行ソースコードを出力してます。ちょっとラベルをどういう風に出すかっていうのはありますけど、出している。で、ここへ来る、足し算の行を出す。次に分岐条件があるの、これは if で出力します。分岐条件に合致した場合は goto 文を出します。でじゃあここの遷移先について何か面倒を見なきゃいけないかというと、この遷移先って、まあ、要するにここを飛ばすだけ でしかも、そのスタックがどういうふうに積まれているかということは、イコールこのスタック1という名前をちゃんと使ってる限り、これで辻褄が合うようになるってことですね。ので、ジャンプ先にマークがついてたらか、結局。
マークがついてたらそこで評価をやめておしまいと。あ、戻るパターンはなんかこれでいいような気がしますね。で、これの前に見せたパターンがこの方法でいけるかどうかですね。もう一度考えないとダメか。前で分岐しないといけないですね。でここに何か分岐条件がある、ラベル1で LDCION2 で、ここは BRS でラベル2、そしてここにラベル1があり、心配見えてる見えてる、大丈夫ね、ラベル1があり、LDCION3 でここにラベル2がありアット、そしてリターン、こういう感じかな。はい、で、最初の実行パスメインパス評価は1、2、3、4、5、6メインパスで、これで何が出力されるかというと、はい、スタック0と1、あと、まあ、正確には、丸1のところでスタック0っていうのが出力される。で、丸2は、条件分岐命令、あ、その前にあれか、1を入れるのコード出さないといけないですね。スタック0イコール1ですね。で、2番として、2番として分岐命令があります。これ if に展開される、うん、これが2、して3 LDCION2 なので、これが出力され、スタック1の宣言と、それからスタック1イコール2っていう行が出力される。ああ、ここあれですね、 go to も出さないといけないですね。 go to ラベル2、ラベルを管理するための何かが必要ですよね、なんとなくね。まあそれは、あ、ラベル2や、ラベル1か、ラベル1、で、LDCION2、うん、が出ました。で、次、BRS でラベル2に飛びます。これは、順当にやるなら、Go to ラベル2ってことですよね。これが4番。こうなります。そして次5だから、ラベル2、ここにラベル2がつき、これ5番、ラベル2がつき、アットになります。このアットは、直前で定義されているスタック0と1、あ、そうか、アットだけじゃ分かんないですね。アットはまだ、スタックに、疑似スタックがもしあるとするならば、
こういうことですね。スタック0プラススタック1という行、あの、いう式を作っておく。で、そう次、6を見ると、リターンなので、リターン、作っておいた式。0プラス、スタック1。はい、これ6番ね。6。見えてるね。大丈夫。はい、そして、ここまでの評価がメインパスになるから、次、分岐パスその1、まあ1しかないですけど、その1しかないですけど、ここ、こいつは、2ダッシュ、これはラベル1に飛ぶので、こうなりますね。で、ここが多分3ダッシュですね。で、これがどうなるかというと、ラベル1へジャンプします。でもまあまだソースコードにはラベル1がないですよね。この後ろにラベル1を作る。これが2ダッシュに相当する。こう。見えてる、ね、で、飛べるようにします。そして飛んだ先で LDC-I43 なので、これはスタック1に、1に3を入れる。これ3ダッシュの行動。違うのかな。いい、合ってる合ってる。何を悩んだかというと、今までは評価スタックのシミュレーションをやっていたので、なんかスタックに積まなきゃいけないかなとか思ったけど、もはやそれないので関係ないですね。これをちょっと見て考えてからいか、紛らわしいのを消しておく。はい。で、その次に行くと、ラベル2でアット。これ、汚いけど、Go to で飛ばせばいいのかな？つまり、Go to ラベル2。ラベル2。そういうことだよね。こうかな。こういうことですかね。まあこれ、実はその、ジャンプとか逆ですよね。なるほどね。これでも問題はないですね。ただ、最後に GoTo があるのは、まあ、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですけど、これで GoTo ラベル2に飛んで、そう。なぜかというと、この次を見たら、ラベル2がついている。で、評価済みのマークがついているっていう条件がいるかな。ちょっと微妙ですけど。で、そしたら、Go to ラベル2と書けば、すべてつじつまが合うコードになる。かな。こう。ここは、本当はあれですよね。これとほぼ同じような並びになってほしい気はしますよね。この、ここの行、最後のラベル1のスタック1イコール3っていうのが、もしこの上にあれば、4と5との間にあれば、問題ないですよね。それどうすればいいのかな。無条件分岐に差し掛かったら、この保留にしてあるやつを再評価するとかにすればいいですかね。でもそれで果たしてその通りになるかって言われると微妙ですけどね。
このラベル1の分岐先が先に現れたら、そしたらそっちを先に評価するとか、まあそういうふうにうまくやれば、ここの順序がちゃんと逆になり、GoTo は不要になる感じかな。でもね、まだちょっと気になるかな。ちょっと命令的に許されたかどうかわからないんですけど、アット命令が仮にですけど、僕らこのビデオの連載で、このアットする値が32ビットの値か64ビットの値かっていうの のテストというか試行はうまくいきましたよね。例えば1と2がそれぞれ32ビットの1、32ビットの2、60ビットの1、60ビットの2っていうのはそれぞれ別々にテストした結果うまくいったと。で、わかんない、ちょっと調べる必要あるかもしれないですけど、仮に、1番目に、プッシュしたのが32ビット。で、2番目にプッシュしたのが64ビットで、アド命がこれを許容するとするとですね、そうすると3232でもいいし、3264でもいいし、6464でもいいって話になりますよね。そうするとこの分岐によって違う値を違うサイズの値をプッシュできるような IL が組めるって話になって、でそうすると今ここスタック0と1って固定的に両方ともインと3人インと3人してるので、分岐先によってその片方が入らない、64ビットなんで入らないなんて可能性がありえますよね。と言ってて、とか思ってんだけど、なんかここオブジェクトって書きたくなりますけど、C 言語ではもちろんそれはできない。できないので、まずはですね、アットがそういうふうに違う2つのサイズの値をちゃんとアットできるのかどうかっていうのをちょっと見てみますか。アットですよね。ちょっと見えない、あったあった、これかな。どうかな、細かいことは多分書いてあるような気がするけど、よいしょ。2つの数値を加算し新しい数値を返します。バリュー1がスタックにプッシュされます、バリュー2がスタックにプッシュされます。この2つは僕らがやる。でもサイズについての制限はここに直接は書いてない。ここにありますよ、あります。うわー、ありですか、ひょっとして。あ、でもなんか明るそうなやつはないんかな。イント3人、イント3人はイント3人ですね。イント3人とネイティブイントはありなのか。ネイティブイントは1回だけちらっと言いましたけど、32ビット環境で実行している場合は32ビット、64ビット環境で実行している場合は64ビットの値です。なので、ありえますね。で、アンパサンドは参照ハンドルと呼ばれている、ハンドル、そういう名称だったかな。まあ、ハンドルと呼ばれているものですね。要するに、C シャープでいうとこの、アウトとかレフパラメータの、値のことを言っています。で、アサリスクはポインターですね。まあ、あんまり扱う可能性は C シャープとかドットネットではあんまり直接使うことはないですけど、ポインター型はありって言ってますね。で、イント64とイント64をアットするとイント64。これはテストしましたね。で、イント32とネイティブイントが逆になってるパターンもあり得る。なんかイント34って、イント32とイント64を直接計算するっていうのはないけども、でもバリエーションはいろいろ考えられるってことですね。ああ、そうですか。あ、はい、みたいな。ちょっと、どうしようみたいに今ちょっと衝撃を受けている。
例が書けるかな、これ。とにかく違う場合は、違うのが許容されるってことですね、計算で。ただ、結果も変わっちゃうんだよね。こういうネイティブイントに仮に無理やりしたと、分岐によって、こっちのアット計算をする。それから、あるいはこっちのアット計算をするというのが分岐によって変わる場合、結果の方も違うって話ですよね。最終的にこの値をどうするかですよね。これ、リターンでは成立しないですよね。リターンだとリターンの方がどっちかにならないといけないはずなので、まあ、そのパターンはありえない。あとなんだろうな。でも、まあ、これは、辛いやつや。どうすればいいんだ。スタック、分岐した後プッシュされ、まあこれ例えばバリュー1が最初にプッシュされ、バリュー2が次にプッシュされる場合、分岐した結果イント32がプッシュされるかネイティブイントがプッシュされるかっていうのが分岐先の IL によって変わったとして、そしてその後同じ場所にジャンプしてアッド命令を発行した場合、結果の型はこういうふうに変わる。まあ、人間が手で IL を書いた場合、さらにその後分岐によってこの2つを識別して、例えばキャストクラス命令とかあるんで、そういうのを使って、うまいことキャストして型を合わせてリターンに持ち込むか、そのままなんか例えばコンソールライトラインとかああいうメソッドを呼び出す、まあそこでもそこ難しいけど、ボクシングすればいいか、オブジェクトにボクシングすればコンソールライトラインでそのまま渡すっていう可能性はあり得て、そうするとリターンは値をリターンしなくてもいいから、さっき言ったように戻り値の型をの整合性を考える必要はないので、なんかそういうコードってあり得ますね。その場合、スタック0はイント32だけど、スタック1は、書いてみるならばこういうこと。ちょっとネイティブイント、ありましたね、そういえば C に。ネイティブイントっていうか、イントポインターキーがありますね。PTRT、マジか。のスタック1。同じスタックを使い分けないといけないですね。int32t 型と intpointt 型。なので、これ同じシンボルはありえないので、1の1と1の2みたいに2つ宣言して使い分ける必要がある。しかも、その場合だと、足し算の行、これですね。最後にリターンのところで、スタック0プラススタック1って書いてあるけど、ここ使い回しできないですよね。分岐した条件によって、そのスタック1の1を使うべきか、スタック1の2を使うべきかは分からないので、この方法ではできない。それは、実行パスの評価において、スタックにどういう、型も含めてかな。スタックのこの名前もそうだし、それからそこで使われる型も追跡し、分岐条件、分岐した後合流する場所において、その、スタックの型が完全に一致する場合はこういうふうに分ける必要なく、別単一のスタック1をイント32Tにするとかすれば宣言は1個で済む。だけど、もし型が違う場合は、
こういうふうに分けないといけない。あるいはCコンパイラが利口であるっていうことを想定して、とにかく分岐ごと、あ、じゃあ実行パスごとにこういうふうに後ろにその1番目の分岐、あ、じゃあ1番目の実行パス、2番目の実行パスみたいにつけておいて、全部もうとにかく全ての組み合わせについてその スタックを模倣する、ローカル変数を全部制限、あの宣言してしまう。そしてその実行パスごとのやつを使うようにすると。で、Cコンパイラが賢ければ、あ、結局これって一緒じゃないのみたいな、型も一緒だしみたいなのを検出して、あの、一個にしてくれるかもしれないですよね。かぁ。そこまでやればいいかな。なんか、うん、そこ、一応なんか自信持てますね。さ、あの、前回の終わりまでのところでは、なんかまんま全然自信なかったですけど、この方法ならば、少なくとも矛盾が起きることはない感じです。うん。Cコンパイラがどれだけ賢いかですよね。まあ、一回なんか透過コードを書いて、どんなネイティブコードが出力されるのかっていうのを確かめてみてもいいかもしれないですよね。なるほど。ちょっと今日、あの、なんか、概念の検討だけでえらい時間食っちゃったんで、まあ今日はここまでにしておきましょうか、今回は。次回は、これをもとに、じゃあ、実際にあの C コンパイラで、VC プラプラで、あの、こういう冗長コードを書いた場合に、果たしてネイティブコードが、あの、リリースビルドしたとき、あの最適化がうまく働いてくれるのかどうか、あのスタック領域を使っちゃうのか否かみたいなのを評価しておきましょうか。まあ、あの僕らの最初の L2C のバージョンとしては、ここで冗長なコードが出てきても、まあ、別にいいかって気もちょっとしてるんですけどね。次回、C コンパイラで、あの書いたらどうなるのかみたいなのを評価 しておいて、あのアセンブラレベルで評価して、でとっとと先へ進みましょうかね。それが進んだら、この辺のやつを実装しなきゃいけないんですよ。今これで多分なんかそこそこのコードとか、あるいは理想的なコードがネイティブコードで出て、ああよかったとか言うのはいいんだけど、でもいや、これやらなきゃいけないんで、あの実行パスの解析やらなきゃいけないんで、まあ、そこをその後から実装していくというような流れでいきましょうかね。はい、ということで、今回はこれで、終わりたいと思います。また、次回は10回ですね。ということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。